この映画見たことありますか？ストーリーも普通に面白いんですが、出演してる子役の男の子がすごいんです。子供とは思えない大人びた演技が気味悪くてゾクゾクきちゃうんです。わかりましたよ。そういうことですか。この男の子転生してるんですよ。転生？藤原先輩のことは尊敬していますが、少し非現実的な気も。いえ、ありえますよ。賢い子ですから、前世はおそらく医者。待ってください、この「愛」ってアイドルと目元そっくりじゃないですか。もしかして隠し子なんじゃないですか？んなバカな。いや、藤原先輩が言ってることもあながち間違ってないかもしれませんよ。昔バズってた愛のライブ映像に似た赤ちゃんが映ってるんですよ。かわいい。これはすごいな。かぐやさんも見てみてくださいよ。そんなに騒ぐことじゃないでしょうに。まったく皆さん大げさなんです。おかわかわいいにも程がある。絶対大事にしてあげちゃうわよ、こんなの。藤原初期の突拍子もないいつもの推理とはいえ、愛に隠し子か。ああ、会長は愛推しでしたもんね。会長ってドルオタさんなんですね。ドルオタって何ですか？ドルオタっていうのはですね、アイドルを応援したりガチ恋したりする人たちで、中にはファンという域を超えて結婚したいと思ってる人もいるんですよ。アイドルと結婚？藤原！会長、このアイドルのこと結婚したいんですか？会長が本気ということならば私は応援しますよ。いや、そんなこと思ってねえって。そもそも俺まともにアイドルを推したことないから、ドルオタもクソもねえだろう。アイドルが好きならドルオタじゃないですか。じゃあ藤原には好きなアイドルはいないのか？いや、まあ可愛いなと思う子くらいは。はい、オタク。石神はああ、パッとは出てこないですね。はい、そうやって隠しやすげ一番オタク。みんなアイドルオタクなのになぜ上下をつける？別に上下つけてなんか。なぜいがみ合う？なぜ信じ合えない？別に好きなアイドルを推すことはおかしくないよな。はい、おかしくないです。じゃあ推せ。え？はい、頑張れ。声が小さい。はい、頑張れ。